OK。OK 株式会社は、神奈川県横浜市西区に本社を置く中堅のディスカウントセンター及びディスカウントスーパーマーケットを展開する企業であり、関東地方と宮城県に店舗 OK ストアを有する。創業者の飯田進は、創業120年を超える日本橋の酒卸問屋、岡永商店、現、岡永経営者。 飯田文次郎の三男である。長兄、飯田博ひは、岡永会長兼、日本名門主会最高顧問。時系飯田保は、居酒屋チェーン、天狗の、天ライ戸最高顧問。末弟、飯田だは、セコムの最高顧問である。1958年6月25日に第1号店を、上板橋で開店し、1967年9月に、 大 k、OK、株式会社を設立している。1975年5月2日に、日本初無人スーパーの実験店舗を国分寺で開店するも、来店客には不評であり、短期間で従来形式へ改装されている。人口密度が高い国道16号の内側を出店戦略地域としている。1986年以降、世界最大小売企業アメリカ合衆国ウォルマートを、 手本に、エドルプ、エブリデイロープライスイコール毎日安いと呼ばれる価格戦略を取り入れ、株式は公開せず、株価が、形状利益と連動する種類株式もクロミーを、店頭サービスカウンターで配布して募るなど、借り入れ金で経営している。2009年7月4日頃、公式ウェブサイトを開設。2016年9月には、本社を、 東京都大田区中六号二丁目四十三番二号から、神奈川県横浜市西区港未来六丁目三番六号、港未来地区五十九街区に転した。新本社ビル、OK、港未来ビルの低層部には、新たな機関店となる、OK ディスカウントセンター港未来店の他に、各種専門店や、フードコート、当社直営の焼肉店、カフェダイニングなども配置している。 1967年の会社設立以来、創業者である飯田進が社長を務めてきたが、2014年、弁護士の柳瀬ステジが社長につき、飯田は会長に退いた。2016年には、大株主である三菱商事出身の二宮良太郎が社長に就任した。他にも、社外取締役の木島綱を、西尾和則は三菱商事出身。 現在は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、宮城県の1と4県で、店舗展開、営業している、各店舗の詳細は公式サイト内、お近くの OK を参照。2018年4月現在、関東地方108店舗、宮城県仙台市1店舗。今後も、国道16号の内側を当面の、出店予定地域としている。 エドルプを方針としていることから価格を極端に引き下げる特売は行っておらず、その代わり全般的な価格を低めに抑える価格戦略をとっている。したがって折り込みチラシには OK の通常価格が掲載されるのみである。品揃えはメーカーから仕入れるナショナルブランド商品を中心とし原則として各商品につき一メーカーに絞り品目数を減らして一品目を 大量に仕入れることで仕入れ価格を抑えている。チラシなどに基づき、近隣の競合店、スーパー、ドラッグストア等が、特売などにより、OK の販売価格を下回った場合には、それ以下の、価格まで下げる、対抗値下げを行いポップ広告を掲示し、対応している。逆に値上げを行う際には、オネストカードと呼ぶ、事前告知を掲示することもある。 ナショナルブランド商品ではないせい果、生肉、鮮魚といった生鮮食品などについてはこれらの方針は当てはまらないが、オネストカード掲示はナショナルブランド商品同様に掲示される。また、取扱い商品も店舗の周辺環境などによって大きく違う。商品の価格は98円、105.84円のように千単位で、 税抜き価格と税込み価格を併記する非常に珍しい表記方針をとっている。また、税抜き価格の方を目立つ赤字で表示している。クレジットカードは従来使用できなかったが、2010年12月より一部、店舗、レジにおいて、ビザカードの取扱いを開始。2014年4月14日より、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナスクラブ、交通系。 IC カード、ID、クイスプが利用可能となった。なお、クレジットカードでの支払いを行う場合は、OK クラブによる食品103分の3割引きの対象外となっている。また、加減製品など高額商品以外は一括、払いのみの取扱いとなる。2005年10月に労働基準監督署から、時間外勤務手当が適切に支払われていないので、改善するように、 いわゆるサービス残業との是正勧告を受けており、営業時間外の労働を解消するため開店後の品出しや閉店前の片付けが行われている。レジ袋は有料、大のみ、6.48円である。大半の来店客は自分で何らかの袋を持参している。また、空の段ボール箱は処理するのに経費がかかるため無料であり、自動車や自転車での来店客が 購入済みの商品を持ち帰るために用意されている。2002年に東京都杉並区でいわゆるレジ袋税が条例で制定された杉並環境目的税がこの制度設計には正協と並んで OK が参考にされている。下記のような徹底した万引き対策が取られている。2006年11月から OK クラブ制度がスタートした。 カードは、店内のサービスカウンターで郵便番号を、告げ発行手数料の100円を支払えばその場で、発行され、宮城県内を除く OK 全店で使用できる。以前から行っていた、食料品の103分の3割引き、単品ごとに波数切れ捨てはこれにより、クラブ会員のみの特典とされた。パンプキンとは、かつて OK が運営していた、コンビニエンスストアである。 首都圏と宮城県に展開していたが、宮城県の店舗はセブンイレブンに、首都圏の店舗はファミリーマートと 3F に転換され消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。